生カラボスはオーロラ姫の命名式に招かれなかった恨みを込めて姫に呪いをかけます。呪いの通り姫は糸紡ぎの針が刺さり倒れてしまいます。そしてリラの精の魔法で100年間眠り続けます。狩りにやってきたデジレ王子はリラの精の導きでオーロラ姫に出会います。王子は愛の力で姫を目覚めさせ、二人はめでたく結婚します。今回の課題は眠りの森の美女第3幕からバリエーションを取り上げます。バレリーナにとってチャレンジなんですけれども、もうこれは本当にピュアなクラシックですか、古典のスタイルをこう見せなくてはいけないと、ちゃんとまあ、もちろん役柄としてオーロラ姫という女性なんですけれども、でもまあバレエの場合も本当にやはり一番大切なのは踊りなんですよね。この場合その演技というよりももう踊りで見せるという作品なので、本当にダンサーにとっては厳しいというか大変な作品ですね。今だとはるかちゃんが踊ってる感じになってるからオーロラ姫オーロラ姫で、オーロラ姫3幕の結婚の場面だから、その1幕の初々しいこうお誕生日迎えてワクワクした若々しいオーロラ姫とはちょっともうちょっと成長した感じで、それを出すのプラスやっぱりお姫様だから、もうんなんていうのかな、もっとこう気高くエレガントで、すごくこのステップで大切な、最初でもこの最初のステップの大切なのはもうきちっときちっと5番あとエポールマン、最初のこれがすごく甘いのね、このくらいになっちゃって、ちゃんとこの肩が向こうの角に行くぐらいこう、そうそう、でもこういうのではないのね、こう横に張りながら、あちらのこうだから、この後ろの方からこういうふうにこう見る感じで、こっちもこちら側の肩をやっぱりあちらの肩にこう合わせる。あとエファーセだからすっごく目立つのね、5番が緩いと。だから普通よりももっとクロスにしないとこう正面から見た時に、そう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 、気をつけて、それをシュッ肩、そうそうそう、はい、もっとバランス前に行った方がいいと、今後ろもっと手の方やった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 5番どうしてもやっぱりこういうふうにバランスが外行っちゃうから、軸の方にかなり寄せておかないと5番に入らない。やったったった5番クロス、そうでも休まない、そこでやんタンって5番タンっていう感じ、タッ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 タ、でもつくなちゃんと5番につく、やったったったやったった、そうそうそう、たったうんうん、バランス上半身がこう手の方ちょっと降りて手の方、うん、もっとこう、そう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 、はい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 、そう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 、だだだ、はいはい、目線上げた方がいいと思うね。でもまあ下は下なんだけど、ちょっとこう
目の力がないというか、やっぱりお姫様なんだけどもすごくこうもっとこうなんていうの、堂々としてるっていうんじゃないけど、なんかスッと凛とした美しさ、スッとした、やっぱり目線ってすごくこう大切だから、最初のところそれでしょ。で次のステップ、もっと足の方に、足の方に、あとね今ねダン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 ってなってるから、もっとプリエ大切に、コーディネーション、ダンスと一緒にプリエ、もっと優しく、今のだとちょっと硬すぎ、もうちょっと時間かけたらいいんじゃない、デベロップを、もうちょっと、いやだ、いや、ちょうどこう最後に行くぐらいでプリエ、そう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 、はい、あいい、キレキレ、はい、でアラベスクは、うんうん、まあ、アラベスクのアラベスクもただ、うん、音楽なしでいきます、はい、 and アラベスク1 2 3 4、 そう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 、じゃあ音楽と一緒にそこのアラベスクのちょっと前から、呼吸、息吸って、息止まってるみたいに見える、止まります、はい止まります、ごめんなさい、あ、息止まってるみたいって多分 手もあると思うね、だから手もすごく目立っちゃうんだと思うけど、なんだ、もっとなん、あの上半身はもう普通に、足はこういう風に行くけれども、なんか上まで、はあはあ、固まりすぎてる、アラベスク、ソフトに、ソフトに、それから今度こっちの人、こっちの人に、はい、だだだだ、で次エポールマン、名前、もっと肩、肩、こう上半身だけやってみて、ホールドブラやって。左、右、ダンダン、もっと多分ここ、あの肩だけじゃなくてやっぱりここを持ってこないと、ダンダン、で次のこれはアクセント、音楽聴くとダダダダダダ、ヤンパンパンっていうの、もっと音楽使っていいと思う、ショルダーショルダー、うんうん、まだもう本当にこれがあまりにもフラットすぎる、もっと使う使う、ワン、ツー、スリー、ダン、もっと上半身自由に動くの、ダン、こういったら後ろ、ダン、